自由を、そんな腕に勝利を約束しよう、覚悟決めて年も痩せ、スーパードラゴンボールヒーロー。ヒーロー、時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす、歪みを生み出す、無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい、君が決めたその限界をぶち壊せ、自由をその手に、心の叫び解き放って、逃げるな戦え、負けるな君自身に、覚悟決めて年も痩せ、スーパードラゴンボールヒーロー、掴み取ろうぜ自由を。宇宙創生の行方、新たなる世界の誕生。お前はフィオ。これでは宇宙とはとても呼べないな。いびつで醜い。やはり本来途方もない時間がかかる宇宙誕生を、2話のゴッドバードと暗黒魔界の力とやらで無理やりねじ曲げたせいか。しかしこの結果も面白いではないか。フィアすごいね、君。実験は終わっていない。僕の理想の宇宙はこれからだ。させるか！行かせないよ。君だって見たいだろう。僕の宇宙を。やつはお前たちの理想の王とはならんようだな。黙れ！は
ほう。魔人と化して俺と戦うと？本気を出すまでもないけど。それはどうかしら。ドミグラ様の手を煩わせるほどではありませんわ。ロベル、トアは任せた。今だ！タイムラビリンス！どうやらうまくいったな。あんなもので、いつまでもフューを拘束できるとでも思って？ふん、どうだろうな。大きな力の帯同、感じますか？宇宙人より生まれし者のよう。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。ビルス様もそう感じておられるのでは。時に孫悟空とベジータを。あの二人なら、うん。きっと大丈夫でしょう。ほら、一体どうしちまったんだ。大体ここはカプセルコーポレーション。ここ西の都か。作ったのはオラたちの宇宙をコピーした新時空だった。中に取り込まれちまったオラたちの脱出をかけた新たな戦いが始まる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ新時空大戦究極の激闘開幕。絶対見てくれよな。